こんにちは、言葉つなぎです。今回は確定ダメージの性能検証と解説をします。この動画では確定ダメージについてですね、使い手の紹介だったり確定ダメージの性質について解説をします。あとは検証を通じてケルシースキル3とダクシンスカジスキル3の比較をしてみます。あとはですね、確定ダメージどんな性質を持っているのか、いろんな実験をしてみます。最後にケルシースキル3、ダクシンスカジスキル3それぞれの強みだったり難点の紹介、確定ダメージの強みだったり思わぬ盲点も紹介しようと考えてます。ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは早速始めます。確定ダメージの使い手についてなんですが、ダクシンスカジ、ケルシー、アーミアと昇格アーミア、前衛のアーミアですね、リーディとナイトメアも確定ダメージの使い手となってます。確定ダメージスキル持ち自体が希少で、その希少な確定ダメージスキル持ちがですね、一気に2キャラも追加された先行版2周年の限定ガチャですね、非常に異例だったと言えます。確定ダメージを持っているオペレーター、共通して言えることは、最終的に使えるようになるスキルが確定ダメージの性質を持っているということと、アーミアは通常の術師版と昇格の前衛版ですね、どちらも確定ダメージスキルを所持しているということで、非常にアーミアは特別だと言えます。確定ダメージの性質について最初触りなんですが、例えばケルシーのスキル3メルトダウンの説明画面なんですけど、確定ダメージを与えるっていう表記あるんですが、ゲーム内ですね、その下線が引いてあるところをクリックするとより詳細な説明見れるんですけど、確定ダメージの箇所は色が変更されてるだけで、特により詳しい説明は見れません。つまりゲーム内に明確な確定ダメージはこういうものだっていう表記がないっていうことなんですけど、そうすると様々な疑問が生まれてきます。確定ダメージっていうからには、防御だったり術耐性を無視できるのか、バリアも無視できるのかとか、様々な疑問はあります。そこでですね、確定ダメージについていろいろと検証をしてみたいんですけれども、項目としては防御を無視するか、術耐性を無視するか、バリアを無視するか、攻撃力のバフは適用されるのか、火ダメ増加は適用されるのか、物理や術ダメージアップは適用されるのか、これらの項目についてですね、一個一個検証をしてみようと思います。まずは防御を無視するかなんですけれども、パトリオットですね、防御力が極まっていて通常の物理ダメージは与えられないんですけども、これがスキル3を使った時に HP が減れば物理防御を無視してるっていうことの証明になるんですが、はい、 HP バーが減ったので防御を無視してますね。術耐性を無視するか、パトリオットは術耐性も極まってますので、実際スキルを使うことでダメージを与えられてますね。はい、なので術耐性も無視していると言えます。バリアを無視するかなんですが、バリアを持っているボスの層ですね、攻撃することでバリアを無視できるかを検証します。はい、思いっきり HP 削れてますのでバリアを無視すると言えますね。続いて攻撃力バフが適用されるのか検証する前に、確定ダメージは防御を無視して術耐性を無視してバリアも無視できるということで、先にですねスカジとケルシーのスキルを検証してみます。検証するダクシンスカジはレベル90信頼度マックス、スキル3の特化さんですね、この状態で検証します。スキル3は1秒ごとにですね、攻撃範囲の敵全員にダクシンスカジの攻撃力の 70% の確定ダメージを与えることができます。さらにはシーボンの余ダメージが重複可能ですね。どれくらいダメージを与えられるのか検証してみます。こんな感じですね、ダメージを与えられてない印象なんですが、だいたいどうでしょうね、3分の1、4分の1くらい削った感じですかね。続いてケルシーの検証なんですけど、ケルシーもレベル90信頼度マックス、スキル3の特化さんの状態です。スキル3メルトダウンはモンスターの攻撃力がプラス 260% で通常攻撃が確定ダメージを与えます。ただし攻撃力の上昇効果が徐々に減少してしまいます。明らかにダクシンスカジよりかめちゃくちゃ削ってますね。ギリギリ倒せるか倒せないかっていうところなんですが、あと一発くらいのところまで、だいたい9割くらいは HP を削れました。危機契約の常設ステージで実験なんですけど、右側の中央に近いルートですね、2種類の
見習い騎士たちが、非常に厄介なルートなんですけれども、グレートヘルムは一回倒されても復活してしまいますし、弓を使ってくるロアーの方はですね、ロアー見習い騎士の方は一定時間防御と術耐性が大幅に上昇しているので、確定ダメージですね、非常に有効かなと思います。はい、まずはダクシンスカジを見てみます。いいですね、防御と術耐性が大幅に上昇しているロアー見習い騎士を潰しながら、グレートヘルム見習い騎士も確実に削ってますね。はい、続いてケルシーです。グレートヘルムを抱えながらロアー騎士が来てるんですけれども、ここでメルトダウンを使うと、この場面だとですね、防御と術耐性が上がってるロアー見習い騎士を潰してからグレートヘルム削りたいところなんですけど、最初に抱えてるグレートヘルムを攻撃してしまっていることで、ロア見習い騎士には攻撃できてないですね。で、誰も倒せなかったのでデメリットが発動してしまい、 HP が削れてますね。ダクシンスカジとケルシーの検証結果はこんな感じでした。はい、続いて確定ダメージの検証に戻るんですけれども、攻撃力バフが適用されるのか調べてみます。そうですね、ケルシーのスキルを使ってギリギリ倒せてなかったので、攻撃バフが適用されれば当然早い段階で倒せると思うんですけど、ワルファリンのですね、攻撃力上昇のスキルを使って検証してみます。スキル発動まだまだ余裕を残しつつ倒すことができました。火ダメージ増加ですね、火ダメ増加が適用されるのかも試してみます。こちらもそうですね、通常状態でギリギリ倒せてないので、スズアンのスキルを使って火ダメ増加が確定ダメージに関与できるのであれば楽に倒すことができると思うんですが、どんなもんでしょうかね。明らかにゴリゴリ削れて、ケルシーのスキル3の発動維持時間余裕を持ってですね、ボスを撃破できてます。はい、ここまで全部防御無視して、術耐性無視して、バリアを無視して、攻撃力バフは適用されて、火ダメ増加は適用されているということで、ここまで全部パーフェクトなんですけど、最後にですね、物理か術のダメージ上昇は適用されるのかですね、確認してみます。こちらもケルシーのスキル3メルトダウンで検証なんですが、物理ダメージを与えてますんで、W の特性ですね、 W の攻撃範囲内の敵がスタンをすると火ダメが増すということで、 W のスキル3でスタンさせる間にメルトダウンを発動させて、物理ダメージ上昇が適用されてるんであれば、おそらくメルトダウンで削り切れるはずなんですが、どうでしょうかね。ゴリゴリ削ってますが、スノケルシースキル3と結果がほぼ変わっていないので、残念ながら物理ダメージの上昇は適用されてなかったということになるかと思います。ケルシーとダクシンスカジの確定ダメージスキルについてですね、評価をしていくんですが、まずはダクシンスカジのスキル3の評価なんですけど、スキルの利点としては、複数の敵の中にですね、バリアを持ってたり攻防用攻術耐性の敵が混じってる時に非常に便利な印象ですね。また範囲内の味方へのバフだったりシーボーンを使ってですね、ダメージを重複させ、もしくは他の戦況へですね、バフだったり巻くこともできるので、非常にスキル性能が多岐にわたっていて便利な印象です。スキルの難点としては、正直単体のですね、強力なバリアだったり攻防予攻術耐性の敵を削るっていう観点では不向きですね。またこのスキルのデメリットとして、自身の HP が1秒ごとに 5% 減少っていうデメリットがあるんですけれども、そのせいでですね、回復薬がいないとスキルを使用することで撤退が確定してしまうということで、敵からの攻撃がもしないのであれば、医療オペレーターの回復でもなくてですね、アンジェのリジェネなどでも撤退を防ぐことができます。続いてケルシーのスキル3の評価です。スキルの2点としては、単体の強敵の処理や削り非常に向いてますね。またスキルの回転率がいいです。これは非常に頼もしいですね。ただしスキルの難点として、1体ずつしかあくまで攻撃ができないので、複数の敵に対してですね、確定ダメージで攻撃して先に潰したい敵を殴れなかったり、ようやく殴れた時には威力が落ちているっていうケースがありえます。確定ダメージのまとめですね、確定ダメージ自体は非常に高性能です。防御だったり術耐性、あとバリアを無視できるっていうのが
そもそもめちゃくちゃ強いですね。唯一残念な点としては物理だったり術ダメージアップの恩恵を受けられない点ですね。この調整のおかげで確定ダメージでないスキルが確定ダメージのスキルの完全介護感とかそういった感じになってないっていうのが、まあ、すごくいい調整だったかなと思います。例えば強敵に対してスズラン、サリア、イフリーター、スルトなどの連携をするとですね、敵の術耐性を下げまくりつつスズランで敵の火ダメージを上げてさらにサリアで術ダメージをアップすることで、まあ、もともと一定の術耐性を無視して攻撃できるスルトの破壊力がさらに増して大抵の敵を潰せるんですけれども、それに対して確定ダメージでバリアを無視するとか高い防御や術耐性を無視するってなってくるとダメージの伸びしろがさっきのコンボとかに比べると低くはなってしまう傾向はあると思いますが、必要なオペレーター数がその分減るので強敵だったり高難易度のステージでですね選択肢が増えて非常にいいんじゃないかなと思います。サリアのスキル3など使ってダメージをアップするっていうことができない分必要オペレーターが減ってるので、まあ、コンパクトになってる印象があります。ケルシーだったりラクシンスカジですね、高難易度ステージや喫契約でも活躍している超性能のオペレーターたちなので、ぜひですね育成や運用の検討もしてもらえればと思います。またケルシーとダクシンスカジそれぞれ持っている方ですね、それぞれ強力なオペレーターなんですけど両方を一緒の局面で使うとですね、高防御高術耐性の厄介な敵をダクシンスカジで潰しつつ一番硬いような敵をケルシーとモンスターのメルトダウンでゴリゴリ削れるので非常に併用もおすすめできるかと思います。はい、今回こんな感じですね。僕のチャンネルではアークナイツの性能の解説だったり考察などの動画を投稿しています。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、よろしければもう一本僕の動画を見てもらえると嬉しいです。また高評価ボタンを押してもらえるとですね僕のやる気もアップするのでぜひよろしくお願いします。というわけで今回以上となります。さようなら。